なんかさ、シブハルがさ、なんかマシュマロ読む配信みたいなしててさ、メトがさ、移籍した話みたいなのをさ、話してたんだけどさ、それをね、シブハルが謝ってくれたのよ。勝手に名前出しちゃって、掘り返すみたいになっちゃって、ごめんね、みたいな。すいませんね、みたいな。一応言ってくれたのよ。シブハルって、そういうやつだからさ、礼儀正しいというか、ちゃんと謝ってくれる人だからさ、まあ、シブハルだからいいけど、シブハルだからいいんですけど、全然いいよって言ったけど、なんかちゃんと謝ってくれて受けた。謝ってくれるんだと思って。そう、律儀な人だよね。なんかその、なんだろう、あんまりさ、詮索されるっていうかさ、なんかそういうのあんま好きじゃないんだよ、メト。あんま好きじゃないんだけどさ、移籍をするっていうのがだいぶビッグなニュースだったみたいで、その周りの反応的にね。まあ、確かにエゴサは荒れたんだよ。荒れたっていうか、なんか長文がやたら多かったの。やたらめったら多かったの。だからその度になんか気づかれすんだよね、めちゃくちゃ。あ、また長文だって気づかれすんだよね、めちゃめちゃ。まあだからいいんだけど、まあ、でもなんかその気づかれをしたのですらも、こう渋原がこう律儀に謝ってくれたことで、あんま全然いいよって言えるようになったから、まあすっきりした。移籍する必要あったん？まあ大人の事情っていうか、まあ別に見ると今楽しいしな、めちゃくちゃ一緒にこういろいろ頑張ってくれる仲間がいることもそうだけど、一人で頑張れって言われることの孤独感よりかは、メト今楽しいし。移籍できないなら辞めるって言ってなかった？いや、メトね、そんなん言ってないよ。移籍できなかったら辞めてたっていう話。まあ、でもその辞める話はレイド君と一ノ瀬にしかしてない。辞めるか悩んでた時期もあった。それで辞めてただろうなって感じ。だから移籍できないなら辞めますって運営さんに言ったとか、そういうのはないね、一切。ここら辺は結構勘違いされてる部分ではあるけど、分かる人だけ分かってくれればいいかなって思ってるから。まあ結局言う人は言うしね、どうでもいいや、そこら辺はもう。所詮その人たちが知る由もないし。お願いします、私メスターの原神見たい、2ヶ月ぶりの原神が見たい、だから原神やってください、お願いします。原神もちょっとやります、近々。エルデン待ってます。エルデン、エルデンってなんだろう。え、そんなゲームあるんですか？ティアキン、え、何それ、そんなゲームがあるんですか？へー、楽しそう。わからないな、とりあえずインストールしようか。え、いやでもどうやって買うのかも。ダウンロード。全ての記憶を失う人、ダウンロード。だってさ、難しいんだもん。だってメト思ったんだよ、ジャスさんのエルデンリングとか見てさ、無理だなって思っちゃったんだもん。だってジャスさんめっちゃ頑張ってたのに、多分クリアしてないべ、あれ。メさん、ゼルダ姫何年待たせてるん？いや、姫ね、多分一生待ってる。いや、てかね、ピクミンがね、もうちょっとできちゃうんよな。ピクミン4、7月だべ。もう超楽しみ、早くやりたい、めっちゃ楽しみ、早くやりたいんだけど、ピクミン。エルデン発売前も全く同じ答え言ってたよ。子さんの方ですかね。すいません、お世話になってます。いつも応援していただきありがとうございます。いやでもメトね、エルデンリングとゼルダをクリアするまでは活動やめないわ。さっきなんかやめるやめないみたいな話してたけど、メトね、ゼルデンリングを終わらせるまで活動やめないわ。マジで終わったらやめるわ。まあ、確かにそれを残したままやめるわけにはいかないわ。不誠実かもしれない、それは。みんなに二度とインストールするな。あれ、なんかさっきと言ってること違くないですか。コモリメと一生配信宣言、うわー、一生配信宣言、うわー。配信者に永久就職ね。いや、まあ配信者に永久就職っていうか、みんなの心に永久就職。どうもコモリメトです。エルデン配信しだしたら引退間近、それを察されんのもちょっとやだな。まあでも多分みんなさ、メトがさ、エルデンリングとかやり始めたらさ、多分みんなさ、メトが辞めるのを察してさ、ラスボスとかの終盤で泣くんじゃない。うーんとか言って、メトちゃーんって。
みんな泣いちゃうんじゃない？やだよって嘘の攻略言い始める。最低だよ最低だよ。その場合は卒業エルデン配信とかよ。パワーワードメッサン、ラスボスクリアしないでくれやめてくれ、なんでもするからって、みんな泣くかもしれない。